バーラージー・バージー・ラーオは、インドのデカン地方、マラーター王国の世襲における、第三代代最小。マラーター同盟の名手でもある、ナーナー・サーヒブとも呼ばれる。彼の知性、マラーター同盟は、ラージャスターン地方やベンガル地方にまで進撃し、その領土は四方に広がって、最大となり、北はデリーから、南はドゥンガバドラー側までの広大な半島を有していた。 バーラージー・バージー・ラーオ1740年4月28日、父である最小バージー・ラーオが死亡した後、若干19歳の息子である、バーラージー・バージー・ラーオが事実上世襲する形で、マラーター王国の最小となった。この世襲に関しては、かつて、バーラージー・バージー・ラーオの父バージー・ラーオが、祖父バーラージー・ビッシュバナートから最小位を世襲した時と、同様、マラーター王。 シャーフーに認められていた。1740年12月から、バーラージー・バージー・ラーオは、プネーを去り、デリーに向けて遠征した。これは父バージー・ラーオがかつて、ボーパールの戦いで、ニザーム王国から割上された、マールワー地方の領有を、ムガル帝国の皇帝に認めさせるためであった。なお、この地は、マラーター諸公のホールカルケが本拠としていた。バーラージー・バージー・ラーオは、 帝国の首都デリー近くのアーグラ周辺にジムを張り、1741年7月14日に皇帝ムハンマドシャーにこの領有を認めさせた。バーラージー・バージー・ラーオート従者また、東インドのベンガル地方政権においては、1740年にアリー・バルディ・ハーンがベンガル大使を散脱していたが、この混乱に乗じて、 ナーグプルのボーンスレー家投手ラグージー・ボーンスレーが略奪に当たっていた。1741年12月にバーラージー・バージー・ラオはベンガルに向けて遠征を行ったが、ラグージー・ボーンスレーはベンガルを事故の行動範囲とみなしていたので、両者の間に争いが起こった。バーラージー・バージー・ラオはバーラーナシーや、 ガヤーなどヒンドゥーの聖地を訪れ、聖地巡礼も兼ねてベンガルに向けて進軍した。結局、1743年8月にマラーター王、シャーフーによって朝廷が行われ、ベンガルはラグージー・ボーンスレーの活動範囲とされた。また、1749年12月15日、マラーター王、シャーフーが死亡した。彼は死に際して、 最小に全権を委ねる遺言を残しており、この時点で、バーラージーバージーラオは、王国の全権を掌握した。シャーフーは死に際して男子がおらず、マラーター王国では、シバージー二世の息子ラージャーラーム二世が即位した。だが、ラージャーラーム二世と対立した、ターラーバーイが、ラージャーラーム二世は、自身の孫ではないと言い出したため、マラーター王国では、混乱が起きた。 そのため、バーラージー・バージー・ラーオは、この混乱を避けるため、1750年に王国の行政府をサーターラーからプネーに移し、王国の実権をも掌握した。かくして、バーラージー・バージー・ラーオは、すべての権限を握り、統治機構の公式の長として君臨し、事実上の国家元首となった。マラータ同盟の半と1748年5月、 ニザーム王国のアーサ・フジャーが死亡すると、息子のナーシルジャングと、孫のムザファルジャングとの争いが起こった。ナーシルジャングと、ムザファルジャングは戦死し、後を継いだのは、サラーバトジャングだった。即位後、サラーバトジャングは、マラーター王国と戦い続けたが、次第に劣勢となってしまい、1752年1月7日に、講和を結んだ。それによると、ニザーム王国は、 ベラール地方西半分及びハーンデーシュ地方をマラーター王国に割譲し、なおかつナーシク城やトリンバク城も引き渡すことが決められた。1760年2月3日、マラーター王国軍はニザーム王国軍をウドギルで破り、年620万ルピーにも歳入を生み出すデカンの広大な地域を割譲により得た。なお、 この時定められたマラーター王国とニザーム王国との国境線は維持され、そのままイギリスとニザーム反王国との国境線となった。1753年1月、バーラージー・バージー・ラーオは南インドのカルナータカ地方に遠征し、4月に、1754年3月、再びカルナータカ地方への遠征を開始し、6月に帰還した後、 10月23日に再出発した。1755年4月には、マラウター王国軍は、マイソール王国の首都、シュリーランガパトナを包囲した。そのため、マイソール軍は、ティルチラパッリの包囲を解かざるを得なかった。1756年に、第三次カーナティック戦争が勃発すると、1757年2月に、マラウター王国軍は、カルナータカ地方に攻め入った。 この遠征で、4月に、マイソール王国の首都、シュリーランガパトナを包囲し、さらには9月24日にカダパのナワーブであるアブドゥル・マージド・ハーンを廃止させた。こうして、バーラージー・バージー・ラオは度重なる、南インド遠征により、マラウタ同盟の領土は、ドゥンガ・バドラー側までに伸長していた。アフマド・シャー・ドゥッダーニーバーラージー・バージー・ラオは、父親のように征服事業を推し進め、 マラーターの権力をインドにおいて頂点に押し上げ、全土を接見して、その支配を確固たるものにした。1750年代になると、シンディア、ホールカル領家は、ラージャスターンにまで進撃し、ムガル帝国の行位継承にまで左右するようになっていた。だが、北進するマラーター同盟は南下するアフガニスタンのドゥッダーニーアサと衝突した。アフガン勢力は南方から、 ムガル帝国の領土へ頻繁に侵入し、1757年1月に、アフマドシャー・ドゥ・ダーニーがデリーを一時占領するなど、北進するマラーターと南下するアフガン勢力の衝突は避けがたいものとなった。バーラージー・バージー・ラーオはこの方を聞くと、すぐに弟のラグナーとラーオをデリーに送った。だが、同年8月11日に、彼がデリーの戦いで、 アフガン勢力を破った時には、アフマドシャー・ドゥ・ダーニーは、すでに退却していた。1758年3月、ラグナートラーは、パンジャーブのラホールへと兵を進め、4月20日に、アフマドシャー・ドゥ・ダーニーの息子ティムール・ミールザーから、ラホールを奪い、同月28日には、アトックを、さらに5月8日には、ペシャー・アワルを占領した。そして、パンジャーブ一帯を占領した後、 同月に、ラグナーとラーオは、ラホールからプネへと帰還した。第三次パーニーパとの戦いだが、1759年10月、アフマドシャー・ドゥッダーニーがラホールから、マラーター勢力を追い出し、1760年1月に、デリー近郊で、ダッタージー・ラーをシンディアを破って、そのままデリーに入場した。これに対し、バーラージー・バージー・ラーは、 長子ビッシュバースラーオとイトコサダーシブラーオバーウをデリーに送った。この軍勢にシンディア家の当首ジャンコージーラーオシンディアとホールカル家の当首マルハールラーオホールカルなどの軍勢も加わり、マラーター同盟軍は大軍となった。しかし、マラーター同盟はマラーター勢力のみでアフガン勢力と対決しなければならなかった。彼やチチバージーラーオの広域にわたる征服活動は、 各地の勢力の不満を買い、インドにおけるほとんどの勢力を敵に回していた。マラーターの派遣を握ろうとしていた野心的な行動により、北インドをいてはすっかり孤立していた。そして、1761年1月14日に、マラーター同盟軍は、アフガン軍とパーアンニーパとの地で戦い、大敗して、数万人の犠牲者を出し、ビシュバースラーオヤ・サダーシブラーオ・バーウラ指揮官も、 大勢死亡した。戦闘の最中、バーラージー・バージー・ラーオは、軍を率いて北上中だったが、アフガン軍と和議と結び、3月に、プネーに帰還した。同年6月23日、最小バーラージー・バージー・ラーオは、プネーで死亡した。パーニーパトにおける大敗と、何より、パーニーパトの敗戦により、マラータ同盟の結束は崩壊し、分裂状態に追いやられた。 マラーター諸行は事実上同盟から独立し、王国の他にグワーリオールのシンディアや、インドールのホールカル家、ナーグプルのボーンスレイ家、バローダのガーイクワード家という4つの勢力が、拡挙するところとなった。ありがとうございます。